時はちゃんと挨拶返してくれます？まあ返してくれるうちはいいですよね。それに挨拶っていうのは元気であったり、元気な時とかしんどい時とか、なんか疲れて帰ってきた時、ただいまっていう声に元気がなかったり、まあそういうことがよくありますよね。それにこうやってあなたが部下の近くまで寄って行って初めておはようっていう、そういう声かけをする、遠くにいてもおはようございますっていうような声をかけてくれる子、いろいろいますからね。挨拶からも結構社員の様子、部下たちの様子っていうのが分かりますよね。心の信号見逃してはダメですよ。メンタルヘルス予防チェック一緒に始めませんか？事例で学ぶメンタルヘルス対策、この本の中にもたくさんヒントになることが書いてあります。ぜひお読みください。なお、お求めは書店でお願いいたします。よろしくお願いします。